こんにちは。ここは高松駅です。これからですね、一番安いルートだと思われます。ジャンボフェリーに乗船します。1時ちょうど出港。神戸三宮には、5時に到着すると。一つはまあ雑魚寝席ですよね。まあ普通に真っ平らな座席で横になって寝れるというやつです。で、二つ目がまあリクライニングシート、まあ特急列車とか新幹線とかのそういう感じの座席。一時ちょうどに高松を出て三宮に到着するのが5時15分です。